れた。欲しかった画材は買えたけど、まさかこんな時間まで歩き回ることになるなんて。ついでにいろんなショップの新作見て回ったもんね。でもいい気分転換になったよね。一人だとモヤモヤしちゃうし、僕も気が紛れたよ。まあね。まさか奏と真冬のお母さんが会うことになるなんて思わなかった。奏、本当に大丈夫かな？心配だよね。私も電話で一回話しただけだけど、なんだか嫌な感じがしたし。嫌な感じか。うん。なんて言えばいいのかな。優しい雰囲気なんだけど、有無を言わせない感じがするっていうか。確かにそうだよね。僕が前に真冬とお母さんの会話を聞いた時もそんな感じだったな。でも、きっと真冬は、もっと辛いよね。この前も家に帰りたくなさそうにしてたし、ニーゴの活動ができなくなったらもっとしんどくなるんじゃん。私たちにできることってないのかな。うん。でも難しいよね。人の家のこととか、真冬の将来のことにまで僕たちに口出す資格があるかっていうと。あれ、あそこにいるのって真冬じゃない？え？本当だ。予備校の帰りかな。ねえ、真冬を呼んでこない？少しだけなら話す時間もあると思うしさ。僕たちにできることはあんまりないかもしれないけど、ちょっとだけでも気持ちが軽くなれたらなって。そうだね。よーし、じゃ僕行ってくるから、エナは席見ててね。ということで、じゃじゃーん、特別ゲストの真冬さんです。もうそんなに騒がなくてもいいでしょ。お疲れ。今日は予備校だったの？うん。そっか。昨日あれから大丈夫だった？飲み物まだ頼んでなかったよね。真冬、何飲む？お腹は？紅茶だけ飲む。夕飯もあるから。そっか、じゃあ紅茶ね。ついでに僕も注文しちゃおうっと。エナは何か頼む？え？あー、私はフルーツパフェにしようかな。なんか甘いものが食べたかったし。パフェ？お昼もクレープ食べてたじゃん。そんなに食べると太るよ。いいの、今日はチートデーなんだから。そんなこと言ったら、エナは毎日がチートデーじゃん。ねえ、真冬もそう思わない？食べたいのなら好きにすればいいと思う。言われなくてもそうするってば。っていうか瑞希、早く注文してよ。はい、じゃあ店員さん呼ぶね。
でさ、今日行ったお店の新作で奏と真冬に絶対似合うのがあったんだ。そうなんだ。そう、二人とも普段は絶対着なさそうなやつだったんだけど、でもイメージ合うし、試着だけでもしてほしいんだよね。瑞希、お店の中でも騒いでたよね。今すぐ二人に着てほしいって。そうそう。ねえ真冬、今度奏も誘って一緒に行かない？一緒に？うん、いつになるかわかんないけどさ、時間見つけて行こうよ。考えておく。今私たちが真冬にできることは何もない。すごく悔しいしムカつくけど、でもせめて今この時間だけは家のことを忘れられるといいな。